はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ハルです。トゥームレイダー3を喋りながらプレイ。いや、インターナショナルですね。よろしくお願いします。靴紐が赤いです。結構好きです。よろしくお願いします。というのをね、これやったの2回目です。3分くらいね、録音できていませんでした。録音ソフトの不具合というか、何かパソコンと競合、ね、他のソフトと競合しているのか、録音が始まらないっていうやつですね。大体なんか原因はわかるんですけど、対処がわからないっていう、ね、やつ。でーす。はい。よろしくお願いします。コメントありがとうございます。早速。これもね、2回目なんですけれども、まずなんだっけ？BGM。え？あるちゃん、BGM あれ大丈夫だったの？と。全然大丈夫じゃないです。ので、広告が入ってると思います。ただ、昔みたいにね、音声が、なくなってしまうとか、ね、完全に音が途切れてしまうとか、そういうことはないと思います。ここのアイテム、俺取りましたっけ？前回気づいてなかった気がします。まあ、3分前に取ったんですけれども、ここにもあるんだよね。これ、トーチかな？ということで、まあ、どんどん、ちょ、やめてくれ。いろんなソフト入れすぎ問題なんだよな。あとここもね、本当は、撮る必要ないというか、時間がないんで、常に時間に追われている男なんで、時間の作り方が多分下手くそなんですよね。よし、行こうか。とりあえず、そんなにね、ないはずなんですけどね、R のパソコンの中、Steam のね、鉄拳でぐちゃぐちゃにされてるんで、中をめちゃくちゃにされてしまっているんで、そんなにソフト入れてるソフトとか、今ソフトって言わないのかな？アプリでいいのかな？入れてるわけじゃないんですけれどもね。何があったのかなっていう感じです。はい。で、そうですね。最近、何ですか？なんか昔もこれね、1に言われた気がするんですけれども、こうマップのロード中に出てくるアメリカ、ネバダってアメリカなんですか？これどこだか知らないですよ、ネバダって。日本の味方じゃないってことだけは分かりました。ただ10年前はもしかしたら味方だった可能性も否定はできないね。どこ行くんだっけ、これ。そこ登れ。いや、無理だよな。あ、そうそうそう。この、ここから先はね、あ、そうだ。ここ、なんか下あったよね。ここから先はね、そのポリゴンを見極める戦いだと。そんなさ、失われし力、ロスト何？ストレングス。ストレングスってその腕力的なものだから、そういう意味のパワーじゃねえんだよな。1、失われし眼力みたいな。ものがね、まあ今現代に必要かどうかって言ったら絶対必要じゃない。潜らないで、沈まないで。上がってこい。はい。ちなみに、ここに出てくる、コブラさん。紛れもなく、コブラじゃないらしいです。1、2、あれ、ガラガラヘビらしいですね。ありがとうございます。ガラガラヘビってことは、まあ、もしかしたらネバーだからやっぱり来てるのかもしれない。1、2。ネバーだから来てるというか、どっか飛んでるからね、来てるのかもしれないですね。お腹を空かして。世代じゃありません。1、2、よし、掴んでけで。これ嘘か誠か知らないですけど、今ガラガラヘビってガラ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 っていう、そのビシャーっていう音ね、シャーっていう、あれがガラガラしてるからガラガラヘビなんですけれども、多分今ね、ガラガラ言わないらしいですよ。人から隠れるためにガラガラ言わないらしいですよ。あれ本当ですか？もし本当だったら、そのガラガラヘビ進化してるよってことだよね。そのガラガラヘビ鳴かないよって。1、2。あー、これどうやって言ったんだっけ？前回のあるちゃん教えて。覚えてない。へっ、サンキュー。ここ いるんだよね、なんかほら。よし、お前にぴったりのぶち殺し方を用意してある。1、2。もう一匹ぐらい出たんだっけ？出てないよね。出てない気がする。出ないでくれ。永久に。二度と。
ポリゴンも見極める戦いっつったってね、俺も限度があるんだよね。てか、見極められねえしな、俺。ぶっちゃけたってこれさ、このゲーム作った人のさ、さじ加減なんだもん。わかるわけないんだよな。1、2。これね、これ、滑るか滑らないかの 見極めはね、できません。横断歩道の前に立っている人が渡りたいのか、渡る気がないのか、それがわからないくらい、見極めはできません。1、2。さて、コメントいただいたのがこれだけなんですか？俺がな、書き殴ったのがこれだけなんですけど、これだけじゃない気がするんですけれども、そういえば俺これどうやって行くんだったっけ？ 覚えてないでごわす。覚えてないでごわすよ。1、2、ふあ、それ、ハゲタカさんそこにいらっしゃったんですか？もう一匹ぐらいいてもバレへんやろ。大丈夫らしいな。大丈夫だ。よし。どっちから行く？どっちから行けばいいの？上の方にセーブクリスタルあったよね。回収したいんだけど、これ落ちんじゃないの？に。頭出せよ。そこいるんだろ？ マジこのゲームうざいわ、本当に。隠してんじゃねえよ。本当の気持ち。もう壁つっかえてんじゃねえよ、もう。前行かないもん、この子。カニ歩きもしないでごわす。あれ？あれ？コントローラーが。聞かなあれ、ぜあれ本当に聞かなくなっちゃった。抜けちゃった。あ、戻ってきたな。 接続がちょっとおかしくなっていたみたいですね。ってことは前に歩ける？歩けんじゃん。ガラ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 。いや、もし本当にガラガラヘビ鳴かないとしたらさ、進化ですよ、これ。本当にちゃんと知能を持ってるってことだよ。ただ生きてるだけじゃない。え、なになになに？エースコンバット。ちょっと待ってね。俺さ、おっと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 。これ降りたらだって滑ってるもんだって。もう滑ってるもん。俺あれ欲しいんですよ、セーブクリスタル。どこにあんの、セーブクリスタル。もうやだ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 、ちょっと待ってよ。待ってよ。あれ、これどっかからさ、崖つかまでできるんだよね。ここでしょ？で、そうなんでしょ？そこからスッて落ちるとさ、スンっていくわけでしょ？多分、俺のこの9分が、スンっていくわけだ。そうはさせないぞ。どうやってそれ取るんだ？そういう、これダメなの。 ダメな気がする。滑る、ダメだ、滑る、落ちる。 欲しいです。ララさんさ、それ頭ぶっつけないでそこ行ってくんねえかな、マジで。飛ばなかった。もうそもそも四角ボタンで飛びつきもしなかった、この子は。いやー、厳しいね。もうこうなったからには、もう俺水の中のアイテムなんか取らないからね。先へ進むよ、戦車のごとく。あ、この左上のマップね。こうガッガッガッって。アメリカの国境もこんな感じなんですか？昔さ、エジプトとかそのアフリカの地方って、支配するのにさ、適当でいいやと思って、ビッビッビッって線引いたなんて歴史のね、授業で習いましたけど、まあ、あれは嘘か本当かわかりませんけど、アメリカの国境、アメリカなんですか、あそこ。国の形を見ても、あれはどこだかわかんないんですけど、あんな感じなんですか？
あそこの国境も。まあ別になんかね、難しいですけどね、国境とかそういう話をね、しだすと。1、2。ね、平気で、犯してくる。犯してくるっていうか、ね、なんか、ありますからね。何が、あ、ちょっと待って。間に合わないか。よし、やったぜ。1、2、領土とかね、ちょっと、よくわかんないですからね。欲しければ奪う、当たり前だよなっていう。もうちょっといける？ここはもういけないか。まあせめてそこのアイテムだけは1、2、近いから取っとこうか。てかそのアイテム何だったんだっけ。ああ、ウージーか。これからはウージーの時代なのか。うん。まあでもピストルでね、クリアできる人もいるんで、俺もね、50回くらいやれば、1、2、何とかなるだろう。今更。ちなみになんか氷のステージ、南極ですか北極ですか、どこでもいいです。1、2、寒そうなステージにも行く。らしい。あー、もうこれ上行っていい、上ってか下行っていいんすか。俺はね、行かない方がいい気がするんだ、ララさん、ごめん。ちょっとララさんはね、観光したい気持ちでいっぱいなのかもしんないけどね、俺はね、投稿したい気持ちでいっぱいなんだ、動画を。すまねえな。俺のわがままに、そこはつかめ。付き合ってくれ。死ぬまで。でっ。あぶねえ。あ、お、君は、今日のガラガラヘビは素直じゃねえか。でもさ、ここ滑、あれ？あ、こっちか。そこ滑ってどうなるんだろう。俺はどうあればいいんだろう。滑った先で。いいよ、エースコンバット。戻して。まず、こう。で、こうして、こう。あれ？おい、ここやり直しのポイントじゃないですか。やだー。1、2。ちょっと勘弁してくれよな。あそこ、どうやって行くんだ？俺はクリスタルのよ、に、ま、あの、クリスタルの欲望に負けて、俺がクリスタル化するかもしれない。俺がクリスタル化してもな、あんまり美しくないだろうな。誕生石みたいになるんだったら、まあ、アメジストにはなってくれるかもしれないですけど。どうかな？紫色だからな。宝石って何色が綺麗なんですかね。1、2。そんなの人それぞれか。中にはね、2つ3つ色が変わるなんていう宝石も、ね、欲張りセットな宝石もね、1、2ありますから。どれがいいとは一概には言えないか。まあ白は一番無難っぽいですけどね。白とかが何にでもね、合いそうな気がする。はい、雪原さん、1、2。おー、サンキュー。さっさと行こうぜ。もう15分だぜ。進んでいるけど進んでないんだよ。一応コメント返したんだよね、多分。返したってことにしとこうか。おら！他のゲームやらないのってお話もね、いただくんですけれども、やりますね。やりますねっていうか、やってるんですよ。あ、まあ、あ、大丈夫、それ降りて、大丈夫。ああ、滑ってんじゃねえよ。滑る。そこダメ。まあ、ちょっとね、リッチレーサーは上げさせていただいたんですけれども、それよりも前にね、やったゲームもあるので、ちょっといい加減投稿って公開しようかなと思いました。さっきね、投稿の日時見たら、2022年の2月でした。2月の20何日に、撮ったというか、投稿したものがあるんですけど、まだ非公開です。その頃に、まあ、Life is Strange に、撮って代わられてしまったっていうね、苦い、
経験がある。ゲームです。ぶっちゃけトゥームレイダー以上にアドバイスが欲しいので、本当にもうなんかいろいろね、言いたくて仕方がないニキニキはね、マジでアドバイスください。くれなかったら、おぉ、怖え！俺が寂しい思いをします。なんか喋ってる割にまだ16分。まだ全然いきますね。よし、じゃあ欲望にまみれようか。クリスタルをくれ。お、なにこれ。お、人間だったらやっぱ一度は押してみたいスイッチじゃないですか。ね、どうなるかも、後先考えずに押したくなるスイッチ。シュッ。よし。もうちょっと色味のある音ですね。押そうぜ。あ、ちょっと待って。押す前に拾っとこうぜ。うん、ふん。ララさん、足濡れてんの？足跡すげえついてるけど。やろうぜ、これ。ほれ。え？ダメだわって言え。てか、とか言え。何か必要なのか。なんだろう、電極かな。ララさん、何が欲しい？ちょっと待ってよ、もう俺、だって嫌だよ。俺、またここ進むの嫌です。何分？ 17 分。セブシュルル？ちょっと待ってください。許してください。セーブすることを許してくれ。セーブは罪ではないんだよ、ハルちゃん。大丈夫。もう一個ね、クリスタルはある。一番いいセーブしても頼む。なんだお前。もう、ララさんここにさ、つっかえ棒、つっかえさせてきな。後で後悔するよ、俺が。俺が後悔するから、やめてね。やめてよね。お !TNT! ニトログリセリンですね。わかります。と、ヒューズじゃねえ、トーチですか。そうですか。何にもないんですね。まあ、俺はダイナマイト使ったことないんで、ね。ちょっとダイナマイトに自信ニキニキの方いらっしゃいましたら、こんなところでダイナマイト使って大丈夫なんですか？俺は大丈夫じゃない気がするんですけど、どうでしょうか？だから俺は戻れるんですか？あ、戻、お、お、あー、ここまでか。よし。じゃあ行きたくもない先に進みましょうか。ど、ん、あ、んーと、ど、ん、ん、あー、うん。こうかな？そうだね。プロテインだね。で、多分、ここがね、乗れるんじゃない？ああ、乗れますね。で、そこ流されるんでしょ、俺。ただただ流されて、嫌な思いだけをする。それは、まあ、それはそれとして。で、その先登るじゃん。なんか下にもなんかありそうでしたけどね。おらーん！よし。で、メリパックン、うん。ちなみに今いくつ持ってんの ?18。うん。悪くないよ。多分昔よりは少ないんだろうけど、ね、過去は忘れろ。過去は忘れる。じゃあこれからどうするの？また落ちるんですか？いや、違う。1、2、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。なんとかならないか、なんとかならんのか、なんとか、なんとかなれ。なりません。なりませんでした。ちょっとロードさせてもらっていいですか、ララさん。どうしよっかな。どうやって掴みましょうか。当然のことながらね、掴まないんですね。あの状態で。まあ、どっか離れて、今45度の角度で。45度じゃ怖いかな。40度ぐらい、40度、40度でもちょっと危ないかな。30度ぐらいで飛びつけば、クックって言ってくれるかな。この子さ、強いから片手でも全然やれると思うんだよね。自分のね、自重、体重をね、支えることはね、造作もないと思うんですよ。
ナメプでしょ、ララさん。知ってるよ、俺。俺を困らせたいから、ちょっとナメプしてやる、怒っちゃったんでしょ。知ってるからね。ほっ。21分。大丈夫。で、ここからどうするの？うん。知った考えるか。下に行くのか？やだー、俺下行きたくない。やだっつったってな。ここからどうにかならんのか。なるんだな、これが。よし、これで行こう。これでいいのか？なんかこれ、出口っぽい気もする。いや、出口なわけねえよな。だって滑ってんだもん、さっき。ん？はっ！まあ大丈夫でしょ。大丈夫かな？俺さ、これもう一歩か二歩かもわかんねえんだけど、これもう飛ぶか。1、2、飛んでみな。飛ぶぞ。よし。で？で？おー、ちょっと待て。あ、向こう、行けんの？行けるのか、ララさん。信じて送り出したララクロフト。1、2。あ、危ない。アヘ顔で流されなくてよかったぜ。けだものの匂いがするよ。193発。そろそろ、ウージーの音が聞きたくてたまらんニキネキがいるかもしれない。お待たせ。満足したかい？割と、ねえ、コブラの、コブラじゃねえって言ってんだろ。出血大サービスでしたね。無駄な弾使いましたよ、今回。なになに？また意味不明な BGM やめてよね。あー、てかセーブしたいなぁ。うわぁ、これ、びっくりした。ララさん狙ってくれない？狙わねえか。ありがとう。ありがてえ。消えちゃった。画面の外出すとすぐ次元の彼方消えるんですね。ザコはいらねえってことが。人間が出るってことはショットガンを使わざるを得ない。ショットガンでもまあ2発ですからね。1発で死なないのがこのトゥームレーダーのいいところでもあり悪いところ。ショットガンのいいところでもあり悪いところ。グレネード使いたくてうずうずしてるんだろうね。おお、またセーブクリスタルさんじゃないですか。よく会いますね。夢でお会いして以来ですね。どうしよう。一応セーブクリスタルがあるので、セーブすることが、やぶさかでなくなった。やぶさ、すでにやぶさかではないんですけど、常に俺はセーブすることを意識してやってますので。で、積むんですね。わかります。何分？ 24 分。まだいけるよ。時間余裕ありますね。進んでないのかな？無駄なことばっかり喋ってるから。正直今体感40分くらいやってるんですけどね。大丈夫か？甘い。あれだな。録音3分ミスって、結局そういう時って再起動、パソコンがね、再起動かけてあげないと直らないんで、その時間、プラス、プレイステーションのコントローラーじゃなくて、アケコンがバグって、動かなくなった時間も含めてるから、自分の中でイベントが、お？あ、これ、思い出した、これ。水流すんだ、ここ。でも、どうやって水流すかは覚えてない。でね、ワニいるんだよ、ワニ。なんかね、なんか、いろいろ思い出す。なんだ、タカさんか。今、ダメージ俺受けた？受けちゃったかな？狙ってるけど、ちょっと見えなくなっちゃった。
よっ。どっから出てきたし。壁抜けしたんじゃないの？何か価値あるものは持っていますか、皆さん。価値あるものというか。あー、またガラガラヘビの匂い。どこ行った？あのさ、離れたら落ち着くのやめてよね。最近何でもね、資産なんで。R もさ、積んでしまっているガンプラ、多分3倍の値段で Amazon でね、やるって売ろうと思えば多分売れるんですけれども、まあ、それはね、ちょっとあまりにもえぐ。あー、ごめんなさい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 、うん、うん。え、待っててくれたの？俺のために、待っていてくれたのか。俺のために死ねえじゃ。で、こう、コブラじゃねえや。ダメだ、もう。ここまで来たらね、コブラじゃねえかしかね、言葉が出ないんだよね。まあ、特になんですけれども、時計とかね、まあ、今に始まったことじゃないんですけれども、ものすげえすげえ価値が上がるんですよね。でも最近特になのかな。いいとこの時計とかね、つけてると。つけてるとっていうか、本当に何倍とかのね、値段になるんで、っていう話をね、家族から聞きまして、もう俺はあるちゃんはね、知っていたんですけれども、そういうものに価値がつくっていうのは、俺と同じこと言ってました。金持ち金持ちのとこに金は寄ってくるんだなっていう、ね、止めるものがより止むっていう、うう怖い話をね、延々とさ、これ何すんだったかな、どうしよっかな、なんかね、下にレあそこのね、下にレバーがあるか、まあ、どこかにレバーがあって、で、これのお水がね、ドバーッと出るんですよ。ドバーッと出たら、どうなるの？ちょっと考えてみな。わからん。ドバーッと出るのはいいんだけど、まあ、下に、あるんですよね、ちゃんと。セーブクリスタル。だからここでセーブしてもいいし、なんだったらそこ、そう、降りるとどうなんの？俺大丈夫なの？許されるの？ゆる。あれ？あ、なんだ。あ、なんだ。全然許されるじゃん。レバーは？あ、なんだ。そうなってんのか。それならよし。レバーは？な、あ？あ、何にもないですね。となると、おそらく、お水の中にレバーがあるのかなと思うんだけど、そこのお水の中入ったら一発でね、即流されララさんになっちゃうような気がするか。いや、待てよな、それ壁、そこどうなってんの、そこ、ここどうなってんの、壁になってないのはそこですね。そこだから多分俺流されるよね。ということは、本当に流されんのかな？流されない。いや、このエフェクトは流されるよね、俺。だから、流れをまあ、せき止めるかな、まずなんかして、あれじゃ輪に出てこないのかな？ね、せき止めるかなんかして、下のレバーをいじくって、下っていうか水の中のねレバーいじくって、で場所を変えて、だと思うんだよね。なので多分まず行くべきところは、そういえばさ、こっちは何があるの？俺。今ちょっと危なかったよ、あれじゃ。あれじゃちょっと危なかった、今の。そこ。そこ何あんの？別に何もないのか。大丈夫？別に何もなさそうか。
あんまりね、うろちょろキョロキョロしてると1、2、またうっかり足踏み外して大変なことになりますからね。鼻水が出てきちゃった。風邪薬飲んで寝ようかな。でもちょっと待って、その前にセーブクリスタル取ってセーブしましょう。あれ、俺最後にセーブしたのどこだっけ。こんなとこでセーブしたらもったいないんじゃないの。大丈夫、前回俺どこでセーブしたか覚えてねえや。覚えてないのでここでセーブしてもいいや。下には落ちる、でもはしごがあるから、まあ落ちても別に問題はなさそうだ。取ってみ、シュッ。で、その鎖には登れないんで、このゲーム。まだ鎖に登るね、習慣はララさんにはないはずなので、俺、俺、あれ、あ、なんだ、滑ってんじゃねえよじゃねえじゃん。うん。で、特別な BGM はならない。スイッチもない。穴もない。あれ？鎖に？どう？あ、鎖登る？ララさん。やる気ある？やる気は？ない。OK。何かしないといけないんだ。何しようかな。お水の中入ってみようかな。少なくともここには何もないらしいですね。OK。じゃあ次回は、この辺り、この辺りの探索から始めてみましょうか。